ガルプは君に感謝している。 1,2 杯飲むくらいなら何も害はないらしい。一人で飲むなんて味気ないから。ガルプはクランキーシロップをいくら飲んでも飲み足りないようだ。飲み物を分けてくれて彼は初めて君と会った時の約束は守るつもりだと言っている。飲み物もまた錬金術だという。飲んだくれを理解するのは困難だが、とにかく理由なんて放っておいて、また戻ってくるんだぞと言って、地下は気温がちょうどよく安定しているのが救いだ。